今日は風がないかなと思ってたけど、意外に吹いてるね。今日のカメラも DJI ポケット2、マイクは本体の内蔵マイクです。で、昨日言ってたように風防をね、手作り風防をちょっと改良して、ちょっとその風があんまり入らないようにさらなる強化をちょっとしてみました。まあ、これで撮れるのが一番いいよね。まあ、できるだけマイクの近くに口元を持ってではいるけど、DJI ポケット2の本体マイクはさ、ステレオで前横後ろと全部撮ってるんだよね。これの音は結構気に入ってるんだけど、風切り音だよね。やっぱり今日の風防で全然気にならないレベルになっていればいいんだけどね。それと今日後半はゼンハイザーの MKE200 で撮ってみようと思います。で、いつもはモフモフをつけて撮ってたけど、今日はモフモフなし、本体そのままで撮ってみようかなと。つまりこれがこのままね、まあ、これ自体がもう風防になってるんだけど、この上にモフモフを重ねてたんだけど、今日はつけないで撮ってみてどうなるかっていうのを比べてみようと思います。蝶々だ。地鳴りがするな今日は。富士山の演習かね。今日午前中ポッドキャストの収録をしてたんですけど、毎回うまくいかないんだよね。その以前はさ、まあ、ポッドキャスト自体もう7、8年、9年近く続けてるんだけど、まあ音声だけだったから、ただマイクとね、その集音する、録音するためのツールさえあればできたんだけど、ここ5、6回は YouTube にも動画をアップするようにして、その集音時、収録時に動画も撮っとくってやってるんだけど、まあ毎回うまくいかないですよね。今日うまくいかなかったのは、今日はパソコンの画面キャプチャーと、点ずりカメラでその物を映すっていう、その2つのビデオを使ってやろうと思ってたんだけど、そのただズームでオンラインで那須にいる清水君と話をしながらやるから、清水くんにも物を見せなきゃいけないわけで、でそのズームのカメラを Mac のフェイスタイムカメラが使って撮るんだけど、そこをGoPro で映そうと思ってたわけですよね。その手元じゃない、その物を映すところをね、で切り替えて見せてあげようと思ってたんだけど、なんと GoPro がウェブカメラにならなくなったと。ちょっと理由がわからない、ファームウェアの問題なのか、単にそのウェブカム用のアプリが Apple シリコンに対応していないのか。今結構風吹いてる。これはどのくらい防げてるでしょうか、この手作り風防で。結構正面から来てるよ。で、そのウェブカムに
GoPro が使えなかったからどうしようと思って、で古い iPhone を取り出してきて、このエポックカメラっていうアプリで Mac のウェブカムにするアプリがあるんだけど、それを使って古い iPhone で相手にそのものの映像っていうのを見せるっていうのができたから、まあ、よかったんだけど、で今日天釣りはこの今撮ってる DJI ポケット2を使ったのね。 GoPro だと広角すぎてさ、まあなんつうの、狭い画角を狭くしたとしてもそれでもちょっと湾曲しちゃうんで、この DJI で撮ったんだけど、これってさ HDMI 出力がないから、 ATEM ミニプロ ISO の外部映像として取り込めないんですよね、ヘリコプターが。DJI ポケット2に足りないものっていうのは HDMI なんですよね。 HDMI 出力ってことですよね。だからその天釣の映像は DJI ポケット2での中に録画されて、でパソコンの画面は ATEM で SSD に録画するっていう、で後で組み合わせるのはちょっと手間かかるというかね。で音声は音声で、清水くんの方のものは、後で清水くんパートの部分だけを送ってもらうんだけど、で自分のは自分のだけで、今回は iPad で、NTG マイクを使って撮ったんだけど、それを合体させて、で映像も合体させなきゃいけない、タイミング合わせなきゃいけない、まあ、そんな手間じゃないけども、今までいつもよりは手間がかかると。ね、ポケット2に HDMI 出力があれば全部 ATEM に映せるんだけどね、映せるっていうかそっちで収録まとめられるんだけどね。で ATEM ミニプロ ISO で録画すると、まあ、SSD にプロジェクトファイル全部まるっと保存してくれるから、まあ、1080までだけど編集楽なんですよね。動画を並べたりする必要ないしね。よし、ここでマイクを変えてみようか。これにゼンハイザー MKE200 に変えています。よし、これでプチって音が入ると思うけど、はい、外部マイクに切り替えました。ゼンハイザーの MKE200、 多分問題なく撮れてるとは思うんだけど、どれくらい音違うんだろうね。風もね、今ちょっと後ろ側から吹いてはいる。風防をつけてない分だけ今日は風に弱いとは思うんだけど、どうかな。飛行機が全然見えないから、映ってるのかもわからないけど、映っててください。少しうまく使いたいんだけどな。
今の機材だと GoPro とパソコンだけか、その HDMI で入力できるものって、その映像のソースになるものっていうのがね、 ZV-1 を手放しちゃったから、何かしらカメラがないと活かしきれない気もするけどね。こう自撮りをするとかさ、それだったら別に GoPro でもいいんだろうけど、物撮りをしようと思ったら GoPro はちょっと広角すぎるよね。そもそも使い方、そういう使い方するものじゃないと思うしね、 GoPro はね。今も結構な風が吹いてます、正面から。まあ、全く使えないってことはないとは思うんだけど、どうかな。桜が、桜満開だな、あそこの公園。この辺りかな。ここかな、ここの公園。桜の下行こうか。でも子供たちが騒いでる声聞こえるな。やっぱやめよう。子供映り込んじゃうね。そうなんです。ATEM ミニをうまく使う方法を再検討しなくてはいけない状態ですね。いいんだけどね、Mac とMac の画面を収録するだけでも。いや、だったら Mac の中でやればいいじゃんって話もあるけどね。でもさっき言ったような、そのダビンチリゾルブのプロジェクトファイルを作ってくれる機能があるからね、1080までであればさ、全然 ATEM でいいじゃんっていうのが楽じゃんっていうのはあるよね。28度だもんね、今日うちの部屋。半袖でないといられない。しかも窓を開けてないといられない。窓閉め切ったら29度ぐらい上がっちゃうんじゃない。ってことで今日ここまでです。明日はまた別のマイクの比較をしてみようかな。はい、ではまた。